皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、私の暗号資産口座ですが、現在、ちょっとだけ上がって、1400万円の後半に、後半の中でもちょっと上の方にまで来ました。はい。 で、まだ現金が24万円ほど残ってるんで、まあ、ビットコイン以外のどこかに投資したいのですが、そうですね。ちょっとエンジンコインとか買えないんですよね。なんか今買えないようになっちゃってるんですよ。これ理由知らないんですけども、なんだかの理由があるんでしょうね。眠も買えないですよね。ですよね。 じゃあ9多も9多もあっ9買えますねじゃあキュータムちょっと買いましょうかキュータム160で刻んでますねじゃあ20だけ買ってみましょうか20でいくらになるんだろう160でしょ20で刻んでるじゃないですかあおこれで1枚もするんだうわ買っちゃおはいはいはい買いましたはい これでもまだ24万円弱という感じですね。はい。半減期までまだまだ時間があります。ゆっくりとドルコスト平均法でゆっくりと投資して様子を見ましょう。ビットコイン以外の可燃水がどこまで影響があるのか。ということで、一応いろんなところに 投資しているところですまあ皆さんはねイーサリアムこんだけしか持ってないのとか思われるかもしれないですけれども私はもうビットコインを2枚持っているということがまあ誇りというかなんというかまあ特別扱いと一つだけ特別扱いとしているので。 まあそんな感じでいきたいと思いますはい今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら